こんにちは、わじゃぴです。今回は Add9th Chordについて解説しましょう。Add とは加えるという意味なので、Add9th とは文字通り 9th を加えたコードということです。9th とはそのコードのルートからメジャースケールを作った時の9番目の音です。そしてこのようにトライアドに 9th だけを加えたものが Add9th コードです。この場合は C に 9th を加えているので C Add9th というコードネームになります。マイナーコードでも同じです。C マイナーのトライアドに 9th だけを加えたものが C マイナー Add9th です。カッコはつけてもつけなくてもいいのですが、メジャートライアドと違ってマイナートライアドには小文字の M がつきます。そうすると同じ小文字の Add と並ぶと見にくいということで、カッコをつけることがよくあります。4世のセブンスコードに 9th を加える場合は、Add9th とは表記せず、9だけで大丈夫です。しかし、トライアドのコードネームに Add をつけないで9とだけ表記すると、このようなコードになってしまうので注意しましょう。ちなみにこれまでの説明では9thをトップに持ってきていましたが、このように内声に入れてもかっこいいサウンドになります。9thをトップに持ってくるとかなりオープンボイシングになってしまうので、鍵盤で弾く場合はこのように内声に入れるボイシングの方が多いでしょう。では、4世のセブンスコードに9thを入れたものとAdd9thコードを聴き比べてみましょう。微妙な違いがあるのがわかると思います。どちらでも好きな方を使えば良いでしょう。もちろんこのように混ぜて使っても構いません。というわけで、Add9thコードを使う理由は、9thを加えてテンション感を出したいが、7thは入れたくないから、ということになります。今回は Add9thというコードを解説しました。メジャー9thやマイナー9thといったコードとの違いを覚えておきましょう。